石燕の章、未来への道。アリルの海戦にて王国と中央教会の連合軍を打ち破った帝国軍であったが、敵の中に大司教レアの姿はなかった。レアはわずかな将兵を率いてアリルの裏道を抜け、ガルグマク大修道院に奇襲を試みていたのだ。その事実に気づいたエーデルガルトは急ぎ軍をまとめて救援に向かう。ゲーカ、大変です。ゲーカ、今度は何だ、何があった。まさかまたボヤ騒ぎか。いや、馬が逃げ出したとか。よもや暗殺者が入り込んだのではあるまいな。死体はどこだ。いずれでもありません、敵の大軍です。セイロス騎士団と思われる軍勢がこのガルグマクに迫っております。ここは安全だろうな。私の命は戦略的に重要なんだ。守れ、守ってくれ。陛下だって兵力を回してくれただろう。バーリハグ殿、敵の侵入を許しました。なんだ、なぜなのだ。まだ城郭は突破されていないのですが、各所に隠し通路があったようで、城郭内で好き放題撹乱されています。このままでは陥落も時間の問題かと。兵力的には拮抗しているのですが、相手の動きを捕捉しきれません。逃げましょう、ゲーカ、もうダメです。カッカ、急報です。いや、今度は何だ、命だけは。それが、謎の軍勢が現れセイロス騎士団に襲いかかっています。おお、陛下の援軍か。いえ、その軍勢は大規模な窓を駆使して帝国軍にも攻撃を加えてきており、戦場は大混乱です。誰が敵で誰が味方なのかも。一体何が起こっているというのだ。教団も帝国も区別の必要などない。全てを消し潰せ。我らが闇で飲み込んでやるのだ。タレス様、お任せを。これで愚かな獣どもの末裔にようやく思い知らせてやれましょう。地下に隠された墓所を暴き、奴らの核を一つ残らず奪ってまいります。入り込む道が見つかればいいがな。以前、盗賊が盗みに入った森の中の穴は封印が施されておった。ではまずはこの城を落としてからですか。忌々しいこの獣の巣窟を。レア様、連中は一体。私らも帝国の奴らもお構いなしに攻撃してきますが。闇の魔導を使う謎の組織、まさかあの者たちがフォドラにあだなす者。なぜ今この時に姿を現したというのでしょうか。カトリーヌ、容赦は無用です。あの者たちは残らず撃ちなさい。帝国と同等、いえそれ以上にフォドラにとって危険な存在なのですから。承知しました。雷帝カトリーヌが出る。死にたくなきゃ道を開けな。という状況のようですな。いや、セイロス騎士団はいいですよ。戦うつもりで来たわけですし、
そこになんで闇にうごめく者が現れて三つどもえの戦いになってるんですか。こちらが聞きたいですな。まったく一体何を考えているのか。我々がたどり着く前にどうしても勝負をつけたかったのではないかね。アリルの情勢を知っていれば決着が長引くと読んでも不思議はあるまい。結果的にバーリハクラが助けられた形になっているわね。まあいいわ、この状況を利用して救援に入りましょう。ガルグマクを失うことも、死去バーリハクを撃たれることも避けたいもの。この一戦で中央教会と帝国にあだなす闇にうごめく者をまとめて叩き潰すわ。お父様、どうでもよかったつもりだけど、いざ死ぬってなるとちょっと。ベルナデッタ、まだ死にません。助ける、見捨てる、考える、考えています。え、いやいや、まさかそんな。助けに行くよ、行くって。でも下手に手を出すと乱戦に巻き込まれちゃってこっちの被害も大変ですよね。戦況を確認してなるべく楽に攻め入れる場所から安全に行きたいな。もしアランデル公がいたら私の手で確実に息の根を止めてあげますから。陛下、見ていてくださいね。ええ、やりすぎには気をつけてね。さてとなれば、ここで時間を費やしていてもいいことはなさそうですな。そのようね。攻撃準備が整い次第直ちに攻勢に出るわ。私、頭使っ、我が策を一つ披露しようかと。私、成果出す、務めます。行きましょう。しますよ。そうだな。いや、なるほど。いざ参る。やれやれ。そうか。
そうだな。どうだ？ああ。実は。ああ。実は、はい。そうね。あら、いらっしゃい。こちらですね。いい品ですよ。こちらですね。いい品ですよ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 。またのご来店を。実はだな。行くぞ。少しいいか。あのさ、少しいいか。ごきげんよう。何かご用でしょうか。ったく恐縮ですが。話していかない？顔を見られて嬉しいね。どうしたんだ、イエリッツァ。いないか。待てって、イエリッツァ。誰かを探してるなら手伝うぞ。私に構うな。はあ、相変わらず取り付く島もないな。メルセデスの弟ってのが信じられないぞ。あんた、相当焦ってるんだろ。
悪いことは言わないから手伝わせてくれ。なぜわかった？私が焦っていると。誰だってわかるさ。慌てて礼拝堂なんかに走り込んできて。探している者がいる。怪我を負っているはずだ。怪我？誰か医務室から逃げ出したとか。まさか敵か？いや違う。だが私を見て逃げ出した。敵でもないならなんで逃げる？ベルナデッタじゃないだろうな。彼女ではない。だが私を恐れていたのかもしれん。確かにあんたには近寄りがたいが、殺気が漏れてるっていうか、少し気を抜いたら切られちまいそうな迫力があるからな。そんな意思はないが。あんたにそのつもりがなくても、臆病な奴は怖くなっちまうんだろう。死神を前にしたら獣だって尻尾を巻いて逃げ出すさ。ならばどうすればいい？このままでは逃げる相手を捕らえることもできん。一番の問題はその殺気だ。それを何とかすればいいんじゃないか。話しかけるときも話しかけられるときも常に笑顔を絶やさず、殺気を漏らさずな。話しかける。なるほど。時間が惜しい。私は行く。待てよイエリッツァ。本当に大丈夫なのか？空腹は一番の敵です。手順通りできたぞ。味もかなりいい感じだ。あらあら、口の周りが汚れているわよ。拭いてあげるから動かないでちょうだい。いや、もう私も大人だ。自分のことは自分でできる。お腹が減ったらまた来てください。空腹は一番の敵です。まずまずの味だな。やった、これ好きなんだよね。うめえぞ。お腹が減ったらまた来てください。空腹は一番の敵です。手順通りできた。私の好きなもの知っていたんですか？僕これ大好きなんですよ。お腹が減ったらまた来てください。
だいぶ怯えてるな。どうした？誰かに追われてるのか？まあ答えてくれるわけが。どうしたんだイエリッツァ。ん？前にもこんなことあったような。ここにいたか。俺に何か用か？お前ではない、そいつだ。食料庫を荒らしたのでな。そいつってこの猫か？そいつは足が速い。以前にも私から逃げ回ったことがある。ふーん、逃げ回ったことがで、あ、もしかして前にあんたが追ってたのは。そいつだ。怪我をしていた。傷を見てやろうとしたら逃げた。結局兵士が捕まえていたが。なるほどな。逃げ出したのは人じゃなくて猫だったのか。そういえば人とは一言も言ってなかった気もするな。悪い、勘違いしちまってた。いや、私も言葉足らずだった。だが正直意外だぞ、あんたが猫の面倒を見ようとするなんて。人であれ獣であれ何人たりとも寄せつけない雰囲気をまとってるからな。私が厭うのは人だけだ。猫の面倒を見たこともある。バルテルス家の屋敷で姉と。へえ、そうなのか。じゃあ昔は怖がられてなかったんだな。ああ。だがあの猫も母と姉が去った後、ある時から行方がわからない。血にまみれた私を恐れたのかもしれん。猫には詳しくないが、そう簡単に面倒を見てもらった相手を忘れるか？私に聞くな。ああ、まあとにかくだ。あんたはこの食料泥棒を捕まえてどうするつもりだ？連れて行く。もう盗みを働かんように。おい、盗みを働かんように何するんだ。怯えてすっ飛んでっちまったじゃないか。食料を与えてやるだけだ。なぜ怯えられたのか。あんたの良さが猫に伝わるにはまだまだ時間がかかりそうだな。悪かった、改めて謝らせてくれ。あんたを殺そうとしまった。君の意思じゃないのは分かっているから気にしなくていいよ。そうは言ってもな、俺の中にいたやつの仕業だ。前に俺に聞いたことがあっただろう。俺の中に何かがいる気がするって。うん、あの時の俺はちゃんとは答えなかったよな。自分のことは話すなってラルバに言われてたんだ。それが俺の中にいたやつで。そして今回あんたを殺そうとして俺の体を動かした存在なんだ。いや、あるいはもう一人のエピメニデスと名乗ってたやつかも。ラルバにエピメニデスか。一体どういう存在なんだろうね。わからない。今となっては聞くこともできないし、あんな風に消えるならもっといろいろ話しておけばよかった。本当に話したいと思った時には
その相手はもういない。残念だけど、そういうことはよくあるよ。だが、わからないことだらけなんだ。あの後、エーデルガルトたちと一緒に闇の中に閉じ込められた話はしたよな。あの時、ラルバは初めてエピメニデスと名乗って俺たちを殺そうとした。ラルバとエピメニデスは別の存在なのかな。そう考えたいが、単にあれがラルバの本性だった可能性もある。俺を利用したかったのか、あるいは何か他に目的があったのか。永遠に解けることのなさそうな謎を残されちまった。一つだけ自分の感じたことがあるよ。なんだ。操られた君と戦った時、ラルバは君の体を大事に扱っていたように見えたんだ。思い切り戦っても構わないはずなのに、なるべく傷つけないよう大切に。本当か？ラルバが俺の体を。そう見えただけかもしれない。だけど本当にそうかもしれない。そりゃ答えはあいつしか知らないよな。あるいはセイロス教の信徒なら衆のみぞ知るっていうとこか。でもありがとう、あんたの言葉嬉しいよ。俺も前に進まなきゃならないか。あいつの運命も謝りに来たのに逆に励まされちまったな。それじゃあ。主のみぞ知るか。その主と呼ばれる存在がそう言ったのかもしれないよ。私もあなたに。どの戦場に向かうんだ。どうやら間に合ったわ。バーリアクもまだ耐えている。報告ではレアに加えてアランデル公タレスらしき魔導士もいるそうよ。もし敵の視界が勢ぞろいしているのなら、ここで一気に片をつけてしまいたいわね。あなたにとってもやはり因縁の相手ということになるのではないかしら。ああ、俺の力の源であり、俺を操ったのはどうも闇にうごめく者の仲間らしい。詳しいことはわからないままになっちまったから、何か知ることができる最後の機会ってやつかもしれないよな。わからないとヒューベルトには一生信頼してもらえないかもしれないわよ。アリルでの一件で消しますかってまた言い出したんだから。そいつは困ったな。せいぜいこの戦いで汚名返上するしかない。楽しみにしているわ。でも私にしてみれば、あなたはもう十二分の働きをしてくれているのよ。だといいが、それでもより上を目指したくなるのが傭兵のサガってやつかもな。傭兵のサガ、初めて聞いたわよそんなこと。さあ、おしゃべりはここまでにしましょう。みんなも準備が整ったみたい。いよいよ開戦よ。必ず勝とう。自分のため、お前のため、みんなのため、そしてこのフォドラのまだ誰も見たことがない未来のために。
レアとタレスが共に大修道院に。彼らを撃つわ。フォドラの未来のために。至る所に敵の生み出した障壁が、我らの移動も制限されてしまいましたか。仕方がない。二手に分かれて進みましょう。それぞれ全滅しないよう気をつけて。もう無理だ。死んでしまう。援軍は来ないのか。代わりの指揮を立てるのも一苦労です。可能ならバーリ博の救援にも。私は南方司教だぞ。早く守るのだ。早く。見ていなさい。よろしいですか。壁に脆いところがありますよ。重装兵で破壊すれば早く救出に向かえるんじゃ。一肌脱ごう。少し休んだろ。おかしいぞ。なぜだ。任せなさい。なぜ私が死なないといけない。この程度。南方教会の司教を撃て。主に仇する者だぞ。やっ。魔法による攻撃だと。ワーリハクが危ないな。新たな道ができたかしら。そこから突き進むわよ。壁から侵入されただと。兵を送れ。私のために駆けつけていただけるとは、強烈至極に存じます。大修道院を放棄してこんな場所で何を。後で聞かせてもらう。よろしいですか。私は一刀光る。助かった。まあ私が死んでは帝国に大損害だからな。仕方ないわね。マーリ博を死なせないよう気をつけて。敵の魔道士が妙な障壁を作り出したせいで逃げ。ああいや、戦えんのだ。あやつだ。ほう、名のあるものでしょうかね。ここで打ち障害を消し去りましょう。鉄壁の備えで砦を固めれば、一時的にですが陥落の危険をぐっと減らせます。安全は確保できたか。よろしいですか。出番だな。少し休んだろ。
砦の守りを固めて、今は耐える時よ。帝国の者どもか、証拠りもなくまた邪魔をしよって。伏兵だと。やはり一筋縄ではいかないな。おお、あそこであれば私の切り札が使えるぞ。行け、バールの刃よ。これは驚きましたな。まだ戦う気はありましたか。借りを返さねば面目が立たないからな。もし障壁の向こう側、上層へ逃げたのは手が出せない。何か方法はないのか。敵が急に現れたと何度も報告があり、どこかに転移の仕掛けがあるのでは。可能性は高そうです。怪しげな場所を探しましょう。天狗の仕掛けは修道院の地下で見たことがあります。装置での制御が必要なはずです。ということは、仕掛けとは別に制御装置も。それも一緒に探さないと。二手に分かれたまま探し続けましょう。下にいる連中に石を落としてやれ。情報から投石、放置はできないわね。見つけましたね。ただこれ単独では動かないようです。任せなさい。壁はこれじゃレア様の元に行けない。あっちからは帝国の救援が来てるのか。仕方ない、迎撃に出るよ。よろしいですか。やる気。一肌脱ごう。俺の出番か。してきたんだ。もう言葉を交わす必要もないだろう。
レア様、あなたの剣として生きるのもここまでのよう。それが制御装置かと。起動してください。これで転移できるようになったかしら。仕掛けを動かして転移し、逃げた闇の魔導士を追いましょう。出番か。これの出番か。無事転移できたみたいね。背中任せていいか。二人ならきっと散って行け。俺が当てる。お前らの負けだ。ミュゾン様をお助けせよ。使えるものは何でも使えって感じですね。被害の程度まで止めたいですが。これは我が終焉か。タレス様、どうか。闇の障壁が消えましたね。これで別れていた味方と交流できます。おお、あの妙な障壁が消えたぞ。これで逃げられ、いや、戦略的交代だ。僕がレア様を守るんだ。この体が動く限り戦う。その体で、ああ、どうか無理はしないで。ここで食い止めるのだ。死は保証欄だぞ。奴らを消したら火だらけ。全てを取り戻すのだ。レア様のお役に立てたか。歩みを止めないで。私たちの目指す未来はすぐそこにある。俺
たちの道を阻むものはもうあんまりねえ。連携だぞ。二人ならきっと。行け、俺が当てる。お前らの負けだ。これで大修道院へ迎えれば。さすがだ、君の力をまた一つ見たよ。とうとうここまで来たわね。この先ではレアやタレスが待ち構えているでしょう。帝国が最も倒すべき二人が顔を揃えているというのは都合がいい話だけれど、同時に彼らは何をしてかすかわからない。一気に基地に陥る危険性もあるわ。わかってる。何せ闇にうごめく者とセイロス正教会の司会だもんな。みんな心構えはできているでしょう。ここで時間を無駄にすることもありません。さあエーデルガルト様、号令を。くしくも我々は二度目のガルグマク攻略に挑む。一度目の勝利は開戦ののろしであり、この勝利は終戦への大きな一歩となる。みんなで迎えるのよ、新しき時代の到来を。この道の先に未来がある。帝国軍進軍開始。邪魔をするか、無知蒙昧の豊。帝国と父にあなたがしたことの報いを受けなさい、タレス。任せていいか。二人ならきっと負けないわ。行け、俺が当てる。何者であろうともはや関係ない。我らのため消え去る。俺も自分が何者だろうと関係ない。ただお前を倒す、それだけだ。闇は払えた。ならば残すはレアのみよ。皮肉なものね、この大聖堂でレアとの決着がつくなんて。行く戦争の冬、あなた方の愚かさは変わらない。改心さ、この地を私たちから奪ったものは。もはや手段は選べませんか。お母様、見ていてください。ならば打ち砕くまでです。獣のような姿は。行け、俺が当てる。
倒さずには進めない。油断せぬことですが、ここまで来て死ぬなど愚かにも程があります。任せていいか。二人ならきっと。行け、俺が当てる。お前らの負けだ。親父見てろよ、手柄上げて回転してやる。ブリギットペトラ・マクレアリ、名役従い帝国と共に戦います。陛下に救われたこの命に変えても必ず勝ちますよ。戦争の終わりを見て私は戦うわ。今日くらいは全力でやったって構わないよね。ここで死んだら助けてやる。まずい、引き際に見合い終わったから。どんな強大な敵が相手であろうと私たちは引けない。ビルのことは無視してください。勝手に攻撃しますから。私には見える、勝利の二文字が。キスする。見えていたい。ここで死ぬ。負けと出てやる。二人ならきっと負けないわ。行け、俺が当てる。お前らの負けだ。まだです。力。どうやら姿を保っていられなくなったみたいに。今のうちに捕らえ。彼らが復讐に終わりはない。奪われたものを取り返すんだ。なんと罪深き衆。私がこの手で滅ぼすのだ。任せていいか。二人ならきっと。行け、俺が当てる。お前らの負けだ。あなたたちを踏み越えて私たちは進む。ああ、どんな未来が待っていようと俺たちは止まりはしない。さあ決着をつけるわ。みんなの力を合わせて。獣どもめ。こうなっては手段を選んでおれ。何に変えてもやり遂げねば。連携するぞ。二人ならきっと。獣どもの巣窟、粉々に打ち砕いてくれる。はっ、危ねえ。
絶対に壊させません。かくなる上は、さすがに命はないでしょう。終わったな、エーデルガルト。その手は何？仕方がないわね。一度だけよ。これでフォドラは解放され、歴史が動き出す。いや、私たちの手で動かすのよ。新たな世界を。1183年、聖火の節、アドラステア帝国軍はガルグマクに襲来したセイロス騎士団と闇にうごめく者らの勢力を撃退した。戦いの最中、大司教レアと闇にうごめく者の司会タレスは行方不明となり、指導者を失った中央教会はその影響力を大きく減退させ、闇にうごめく者も地上から姿を消す。帝国とレスター諸侯同盟の修好が維持される中、エーデルガルトラはフォドラ全土を中央教会の支配から脱却させるべく、王国との決戦に赴こうとしていた。ようやくここまで来たわね。あなたのおかげで私たちは大きな勝利をつかめた。戦いはまだ続くけれど、それでも今私はあなたにこの言葉を送りたい。ありがとう。あなたなしでは私たちはここまで歩んでこられなかった。そしてこれからも頼んだわよ。あなたなしの帝国はもう想像できないのだから。